丹南地域のお店をご紹介する店番。今回は越前市にある農産物直売所百姓の館南店にやってきましたよ。早速行ってみましょう。越前市に3店舗を構える百姓の館は、旬の食材や加工食品などが並ぶ農産物直売所です。今年で13年目を迎えるお店では、地元農家をはじめとしたおよそ140人の生産者から商品を仕入れており、安全安心な食材に加え、木工品や手芸品なども取り扱っています。それではお店の大迫さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お店の中見るといろんなもの揃っていますね、はいはい、どんなものあるんでしょうか。まずもう地場の野菜、こちらの野菜はじめ加工品、お魚、お肉、いろいろなものを揃えております。はい、パッと見ただけでもお花もありますし、はい、お米もありますし、全部地元さんです。ああそうですか、はい、地元にこだわっていろいろなもの出してもらっていきます。はい、お弁当やオードブルもあるんですね。はい、オードブルは予約なんですよ。でお客様にもう要望をいっぱい聞いてたら、品数がいっぱいたくさん年々増えましてね、今ではいっぱい揃ってます。今旬のお野菜というとどんなものがありますか。小松菜とかほうれん草、もう冬野菜が終わりましたんでね、オリナ、サバエナバナなどがありますね。でちょっと山菜の方で、フキノトウ、で葉わさびなどが出てます。夏、秋、冬、いろんなもの揃うんでしょうね。そうですね、これからまたやっぱトマトとかキュウリ、ナス、いろんなもの結構出てきますね。でそれに、そうやね、その手前に出てくるのがマメル。あと越前市といえばやっぱり白山スイカも、ね、そうですね、並ぶということで楽しみにしている方も多いんじゃないですか。そうですね、毎年ね楽しみにしている方がいっぱいいらっしゃると思います。安全安心にとことんこだわりを持つ百姓の館。店内にずらりと並ぶのは生産者の顔写真です。どんなものを出荷しているか、商品への思いなどのコメントも添えられています。作り手の顔が見えると安心して買うことができますよね。大迫さん、旬の野菜紹介していただけますか。はい、今の時期はやっぱりオリナが一番美味しいですかね。はい、どのように食べるといいんでしょうか。まあ一般的にオイスターとか、うん、あとからし和え、和え物なんかにも美味しいです。はい、癖がなくて、はい、そうですね、うん、美味しいですよ。茎まで全部食べれますんで、美味しい、美味しいと思いますよ。次は何を紹介していただけますか。納豆なんですけれど、全部お豆からね、はい、作って一貫されて作ってらっしゃって、すごいお豆の味がするんですよ。とっても美味しい納豆だと思います。こだわりの納豆、美味しそうですね。はい、ぜひお試しください。そしてお魚もありますね。はい、お魚も今旬のものがカレー、ハタハタ、とっても美味しいんですよ。朝はいっぱい並んでたんですけどね、もう売れてこんだけになってしまいました。すごい人気があるんですよ。皆さんお野菜と一緒にお肉とかお魚も買ってかれるんですね。はい、そうですね、やっぱメインですからね。はい、大迫さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。番組取材店ということで、はい、こちら店番のステッカー貼らせていただきますね。はい、はい、お願いします。皆さん来てくださいね、待ってます。Thank you.